はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回はリーシンを使ったデッキを作ってきました。で、今回ね、リーシンが情報修正されたということでね、使ってみます。まあ6マナのラインで今までね、リーシンを出した際にお相手のね、開始のスペル、まあスペルマナが満帆の時だと9マナあるわけですよね。なので9マナあるラインだと結構ね、取られるスペルがあるので、やっぱりちょっと出しづらかったっていうのがあるんですが、今回4マナになったことがあるので、まあそこまで取られづらいという風な感じで出せますし、怖いスペルのことも考えずに出せると。またケツが4というところがあって強いですし、またこいつ自体ね、スペルを使ってしまえばバリアがつく、2回使えばね、いうことでね、まあかなり今回リーシン強いんじゃないかなとことです。で、今回リーシンのデッキを作ってきた内容なんですが、相方としてはゼドという風な感じになってます。なぜタリックではなくゼドなのかというと、まあ今まで6マナの時にね、タリックリーシン使ってたんですが、そこまでテンポを意識する必要はなかったのかなと、以前だと思うんですが、今回ね、44という風なね、同じラインになってしまったので、どっちを出すか、どっちを先に出さないかという風にね、迷ってしまうことがあるかもしれないんですよね。まあ、なので、そこがちょっと嫌だなというところもあって、まあ、テンポがよく3、4という風な感じでね、だんだんと出せるという風な動きがかませればいいのかなと思って、ゼドを入れています。まあ、タリックほどね、早くレベルアップするかというと、しないですし、まあ、ドローもできるかというと、できないかもしれません。ただ、生配信をね、見ていただければ分かったと思うんですけど、結構戦える。もうめっちゃ強い。8割ぐらい勝ってたんじゃないかなっていうぐらい本当に強くて、もしよければね、ゼドリーシン使っていただければなというふうに思っています。デッキの内容概要欄に書いてありますが、いっていきたいと思います。結ぶもの3、剣ヶ谷3、導き手3、羽衣3、対局3、バスティオン2、静寂2、賢者3、暗射者2、サイジ3、ゼド3、ブレード3、拒絶2、神河3、瞑想2というふうな感じになっています。デッキの使い方などは試合を見ていただければわかると思うので、それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。相手はまた同じ方ですね。さっきね、負けたの。さっき負けたんです、私。で、ちょっと嫌なんですけど、この人と当たるの、本当に。もうめっちゃ差強いの、500。500ぐらいあるのよね。ちょっと、それがちょっと嫌だなっていうのはあるんですけども、ちょっとしかやってないですけど、ちょっと嫌だ。いやー、もう本当にこんなことになるでしょ。そして、なんなのこれ。マジで。頼むって。1ターン目から動くなよ。1ターン目から動くのか。じゃあもう結ぶもの出すわ。これね、お相手に先行取られてる時点でちょっとね、もう嫌なんですよね。そもそもがおかしいのよ。なんでこれ先行さ、お相手に取られちゃってんのって。ねえ、ちょっとこれなんですかこれ。もうなーにこれ。もう脇見せなくていいからさ、こんな。もう脇見せんのはもうえって、見てくれって言ってるよね、これ。もう脇を、俺の脇をって。もう俺ガハハって、俺の脇をじゃないんだよな、こいつ。脇見せすぎなんだよ、本当に。サファイアと言ってもらって、ちょっとマジこの人も脇見せないでほしいんですけど、いい加減にしてほしいんですけど、マジ脇は。何があるんですか、この脇の先に。3枚も脇来ちゃってさ。はい、爆薬を設置と出していきましょう。はい。影に忠誠をと。両手高速男、たぎってきたぜと。もうここ、ブロックしましょう。ゼドはもういらないかなと思います。はい、仕方ないですね、ここまで来たら。もう、脇見せ野郎を出すしかないので、次。ただね、霊竜引けないのがちょっと痛いなっていうのがあるので、霊竜を引いてほしい、次あたり。頼むから、マジで、本当にお願いします。ガハハと笑ってますけど、あの人。ちょっと脇見せはもういいかなと思ってるので、そろそろ。ゼニブレもいいかなと思ってるんですけど。はい、竜の魂を見ると、まあ、脇は見たくねえというふうな感じなんですけど。で、フォーチュン、チュン。なぜ戦う？楽しいから。まあ、ここ、発砲とかあったら嫌なんですけどね。まあ、でも、発砲あって、ブロックしてくれるのは別にいいか。さっきね、発砲撃たれたんですよ。発砲、偽りの発砲ね。スローの。だから、持ってんじゃねえかなと、個人的には思ってんですけど、まあ、持ってなかったのかな。愛しご、ちょっとね、完璧お相手、アグロッターな。いや、アグロなんですけど、お相手。羽衣もナイス。工作員。もうちょっと横に。いや、ユニットは出してほしくなかったっていうのが正直なところがあって。まあ、ゼニブレ打ちましょう。はい。ゼニブレ行っていいかなと思います。オッケーオッケー。ゼニブレ行きます。まあ、ここはフォーチュンブロックかまさないといけないので。はい、フォーチュンカバー。斧。我に任せよと言ってもらって、ただきついな。
めっちゃきついわ。ただここでレベルアップがかませれば全然勝ちがあったんですけど、どう考えてもレベルアップがかませないんだよね。まあバフかかったところで無理なんだよな。まあ斧でも負けだからもう仕方ない。こここれでいこう。愛し子ユニット出そう。 OK 語らんかと。ジープ、うわー最悪なの出てきた。やーめーそん負けか。クソ負けた。マジかよ。おい2連敗だこの人に。はい、マッチングいたしました。お相手はティーモダイアナという風な感じですね。まあここは、1マナの結ぶもの持ってていいかなと思います。はい、なんだろうこれ。ちょっとねもうさっきね同じ人に2連敗したんですよ。でこの脇見せ野郎がね3枚というね手札切ってしまって、もうバカなのかなと思って、こいつね、こいつバカなのかなと。本当に3枚来るなと。うん、さすがにねこのデッキはそうそうリーシン来ないと勝てないっていうことは分かってんですよ。うん、勝てないというか意見というふうなことが分かってんですけど、ここ当たります。なぜかというとダイアナがいるかもしれないからちょっと当たります。はい、でなんだっけ、そう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 、だからこいつ3枚来やがってさ、まあ負けたんだけど2連敗ね。うん、ただ生あのほら500とかさいっぱい持ってる人いるじゃない。まああの人だったんですけど、うん、これでこれいるんだな。これ、ちょっとね取られたら困るので次ユニット引けるっていう保証もねえんだよな。まあ仕方ないか。でもブロックしよう。取られるのは嫌だけど、うん、取られるのは嫌だけどじゃねえわ。ここカバーしよう。てかなんか急にさ動きが悪くなってんこれ。うん、なんか生配信終わったら、あ、やる気なくなっちゃってんかな、デッキね。びっくりするぐらい。なんてぐらいびっくりするぐらいやる気なくなってん。ほらね。もうしょうがない。取られてもいいです。はい。取ってください。何ですか取ったの。教えてくださいね、後で。はい。リーシンぶち抜こうぜ。うん。もうここはもうね、ゼニブレ引けて、オッケー、行くのかな。パスしよう。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。特にない。まあ、ゼニブレ打って、はい。バフかけて。かぶせてくることしかないんじゃないかなと思います。うん、でキノコ売りと。ちょっとね嫌なんですけどね、キノコは。はい、キノコはちょっと嫌なんですけど、まあここはそうですね、こいついつでもブロックできるのでこのキノコ売り取っていきましょうか。はい、それでいいっす。我に任せよと言ってもらって、はい、精神を研ぎ澄ませと言ってもらっています。まあ、羽衣取ったのか。あ、OK、OK。取ってないか。ターゴンだからあれか。入ってんのか。何取ったんだろうな。でも、それだけだな、マジ気になるのは。まあ、パスしましょう。はい。よし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 。いいっすね。はいはいはい。まあ、だから、タリックほど早くはないかもしれないっす。うん。レベルアップがね。うん。しっかりとレベルアップしていく。まあ、こいつ、軽眼でね、バッ。なんでこいつそんなにいんの。まあ、ファストから見ていきましょう。はい、ドロー、ドローと。おお、箱根もめっちゃ行くな。じゃあ、あれだな。あ、コピーだから関係ないか。まあ、パスしましょう。まあ、一応、バスティオンもあるし、ユニットも守れる。ジェムでしょう。うん。ジェムでいいです。はい、見えません。これ、でかくなってないなんか。これ、でかくなってるよね。まあ、こいつはね、ガーディングかませばいいので。で、これでいいかな。OK。まあ、次、取っちゃえばいいので。ハッシュ、シュと。あ、ハッシュシュは読んでなかったな。ただバフバフかければいいから。オッケー。おい、キノコ。オッケー、これでリーチンは守れた。うん、よしよし。危ない危ない。よし、サイジも引けてしっかりとねユニットも並んでるというふうなことなので悪くはないですね。はい、でリーチンでキノコ入る。うわ、ちょっと待って、キノコで負けるとかないよな、さすがにな。ここはゼド出す必要もないかなという風なラインなので、そうだね、リーシンのチャレンジャーをここに打って、はい、逃げ場などない。でレベルアップと。よし、竜の魂よと。 OK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  でファサーンって言ってもらって、で普通にねぶち当たりに行きましょう。一撃必殺と決まって、まあハッシュがあったらハッシュが仕方ねえなというふうな感じなので、まあ羽衣も打てばね、1回はかわせるということですね。まあ導きってと。
いいけど、それだけだったら、まあ、これかけて、はい、でドローかまして、で一番嫌なのがハッシュなので、バスティでもうカバーすれば OK。 そうすればね、1回ハッシュ打ってもう3マナで、無理なので、バスティ、ああ、ワイドもあんのか、 OK、 仕方ない、レクーと言ってもらって、22個キノコ、ちょっとやだな、キノコめっちゃ入るな、大の穴、パスパスパス、ちょっと嫌だなこれ、あ、やばいやばい、待って待って待て、これやばいな、このデッキお相手のかましてるな。まあ、静寂打ちましょう、静寂打っていきましょう。ここは静寂で打って、まあ、このキノコジジイ野郎だけをやればいいかなと。こっちでいいか。でキノコジジイ野郎はこれハッシュで止めちゃえばいいので OK。 よし、これでターン終了やな。うん、ビームとかで取られるのが一番美味しくないので、ここのラインね、うん、でバリアが剥がれた際にね、それが美味しくないので、うん、先にやると。羽衣 OKOK、 ちょっと霊竜取られるのは嫌なんですけど、もうここ次はねやるしかないので、ええ、そうそうそう、やるしかないので、ここでもう勝つか負けるか決まるから。ゼード、ゼードも出していいな、こう、ええ、影に忠誠を、チーモで笑ってもらって、まあ瞑想でね、これ2枚引くけどキノコあまり引かないでほしい。やめて、もうやめて、もうやめて、おかしいおかしいおかしい、何個言った、危ない、祖国のためにと。いや違う、このキーマは別に次静寂見えてるからいいわ。このジジイだけ取ろう、マジで。このジジイマジ許せねえ。一応ミスティックとかタグだったらまだ受けれる。うん、ミスティック審判 OK ってことはハッシュがないのかな。負け筋としてはここなので、これいきましょう。はい、うわ待て、やめろ、3個 OK。羽衣は関係ないね。あ、待って、そうか、ドローするってことか、ハッシュを引くってことか。オーケー、GG。イエス。行ってこい。レクルート。レクルート。大丈夫だな。なんかね、目で見れなくなってんだよ、今。オーケー、GG。イエス。はい、マッチングいたしました。お相手はトランドルソルというふうな感じですね。まあね、バフをかけてくる。バフじゃねえわ。最速な感じだと思うので、これは結構いいね、ハイパイとして悪くない。まあここはもう抑えと思うから、瞑想もキープしとこう、これで OK。 うん、別に序盤でね戦っていくっていう感じじゃないから、お相手からもね、バスティも引けるし、ナイスナイスナイス。まあ怖いとしたら静寂、ターゴン入ってるので静寂をしっかりケアしつつ戦っていくのかなというふうなラインですね。うん、まあここはお目目出しちゃっていいかな。手札も溢れないことですし、出してもいいラインだと思います。はい、まあ、なだれ打ってくるならなだれ打ってこいというふうな感じなので、あーでもそうだな、次別に、いやここ出す必要なかったね、今間違えました。はい、私やりました。なぜ出したんだろうと思います。はい、ここなんで出したんだろう、俺本当にちょっと意味が分かんない動きしてんね。で4マナ、次はゴリラ出てくるのかな。まあぶっちゃけね、まあここリーのチン出せばいいので、リーのチン出していきましょう。はい、まあリーのチンって言ってリーシーンなので、うん、まあ脇をちらって見せるんですけどね、この人。想像、オッケーオッケー、想像でね、まあ何かしら引いてくると思うんですけど、パスと、オッケー、よしよしよし。でこいつ取っちゃいましょう。もうあのね、ウェイと言ってもらって、うん、バスティオンあるので瞑想打っちゃっていいです。はい、バスティ、羽衣ナイス。でここ寄せちゃって、はい、精神を研ぎ澄ませと言ってもらって、ぶち当たりに行くと。にしろ、いや、OK、8。略奪者目と。で、手札、溢れちゃうね。ちょっと溢れちゃうんですけど、もったいないんですけど、まあ仕方がねえかなと。はい。それが私なので、うん。OK、OK、OK。で、ゴリラと。はい。まあ、ゴリラ出てきますけど、まあ、ゴリラに対してはね、普通にやってばいいので。OK。まあ、これでよろしいかな。
悪意を返して。よしよしよし。まあ結ぶもの引けると、ここはね、ゼニブレ打っていきましょう。はい、カタリストと。まあじゃあもうゼニブレ打っちゃいましょう、怖くないので。でゼニブレ引けていく。にしろや、我に任せよと言ってもらって、でここは結ぶもの出して、はい、じゃあここはパスしましょう。うん、パスしましょう。はい、でこのゴリラ取っちゃいましょう。はい、すぐにねゴリラを取りに行きましょう。まあね、もう一個ジェム使っちゃってもいいかなと思うんですけど、ここはね特にいいかなと思います。先にアタックしましょう。あ、こいつらでアタックしてもよかった。ちょっとごめん静寂。 OKOK、 まあ静寂があるだろうなと思ったので、まあ羽衣でかわしましょうか。そうね、羽衣でかわしましょう。まあお相手に静寂めっちゃ使わせましょう。おー、なるほどね。はい、まあレベルアップしますけど、特にね取る手段はないんじゃないかなと思うんだよね。なのでジェムで回復しておきましょう。まあバスティとかあるんですけど、はい、サファイアと言ってもらって、まあお相手のあだれとか八マナのね標神かな、あれとか使われても一応バスティオンがあるので。あー、それか、それやだな、こいつ忘れたわ。次ソラリの祭事で何かしら引ければいいかなと思うのでパスしましょう。それあったな、こいつドルルルってやつね。うん、こいつやだな、マジで。サンサンと行くから。でもまあもしかすると石とかも入れといていいのかなというふうにも思いますね、こうやって見ると。まあここ静寂使っちゃいましょう、もう。うん、でこれどうせ手札にちょっと戻そうとは思ってるんですよ。まあお相手も静寂あると。じゃあここは退却で逃げましょう。はい、逃げていって外していく。 OK、これで OK。 引くもまた賢明なり。そうやな、引くことも大事や。でリーのチンを出していくと。竜の意志のままに、竜の意志のままにと言ってもらおうぜ。でこいつ取りましょう。はい、まあ、ただねバフかかるカードが今手札にないのでね、そこがちょっとやだなと。そうですね、結ぶもの出していいかなと思います。はい、今だ、容赦はせ。で OK。 悪意を返して何が得られましょう。まあここはねゼニブレから打っていきましょう。ゼニブレ打ってドロかます。まあここで何かしらのねバフがかかるカードとか引ければ美味しいかなというふうにも思うんですが、我に任せよ。あ、違う、ゼニブレが引けるのか。違う、これね、箱のも打った際にね、はい、暗殺者出します。闇が呼んでいる。リーのチン、お、リーのチン。あー、でもそっか、1足りねえな。ソル、まあ、ここはね取りに行けばいいので、バフかけて、でこうしてこうしてレクーと言ってもらって、よし、まあ、パスと。次ね、ただまあイルーシブでも削れるか。イルーシブでもいけるね。息を吸い。あ、リコール引けた。まあお相手またプルルルが出てきたらこれかわしていきましょう。はい、まあお相手そうくると、まあ普通にバリア8枚ばいいかなと思っているので、ペシーつけて、争いは全て心の内にある。まあこれでいいか。88、導きて、ナイス。はい、我に任せよと。OK。まあ一応ね、逃げることもできるので、いいかなと。OK。で、パスしましょう。はい。方向。まあこれは拒絶しましょう。はい。うん、拒絶しないと負けるので。OK。ゴリラと。よしよし。まあレベルアップ済みますけど、レベルアップしますが、ノータイムでアタックしてしまって、はい、倒してしまえばいいので。OKOK、なんかよくわかんないことになってるけどね。うん、まあ、バスティつけて、容赦はせんと言ってもらって、一撃必殺と、精神を突き捨
研ぎ澄ませと、はい、言ってもらって、これでいいかな、はい、これでいきましょう。 GO OK GG イエス。はい、試合の方はどうだったでしょうか。まあ、このリーシーのデッキね、結構何が大事かっていうと軽眼が結構大事なのかなというふうに思っています。やっていてね、やっぱり軽眼スペル2個使えば霊竜が出てくるのでね、そこでまあ体力も吸収できたりとか、やっぱりこのカードは大切に置いとかなきゃいけないのかなと、もう肝になるのかなというふうにも思います。リーシンタリック前の使っていた方だったら確実に軽く使えると思うので、もしよかったら使ってみてください。はい、今回の試合が GG と思った方がいれば高評価チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。